いやあ、帰ってきましたね。いやあ、来ましたか。これ、そうか。うん。どれぐらいの時期にやってるかっていうのがね、あれと、スプラトゥーンとかと同じで分かっちゃうんだよね。ああ。これ今ね、このチャンバラのアイテムもらえるタイミングなんですね。そういうことね。うん。うん、まあ、いいか。まあ、まあ、いいんじゃ。任天堂スイッチスポーツをやりにまた集まりました、我々。来ました、はい。結構開けました ね, ね開きましたね、うん、基礎体力の向上に努めてきたんでで、あれなんだよね。お、あれ、俺の名前話して黒船になってる。ちょっと待って。俺のがいつもどんな名前で遊んでいるかっていうのが分かってしまう。これ、あれなんだな。動機、取られるわけじゃないんだよね。ね。顔の、パーツとかさ、うん、選べなかったじゃん、あんま。はいはい、はい。服とかね。選べなかった。あれ増やしといた方がいいんだろうなと思って。えバレーボールだけ、結構やってたんですよ。えじゃあまさか、ファッションを。ファッションに今変わってたでしょ。変わってた。なんかパンクなファッションとかもあったね。うわぁ。バレーボールだけランク B までいってます。結構上げてるな。最初は E とかかな。F か E ぐらいからなんだけど。本当だ、 B になってる。 A まで上げられないのがこの中年男性としての悲哀ですよ、ね。うん、限界が B なんだね。限界が B っていうか、うん、限界が B でした。なのでガミも着替えられるのよね。おお、着替える。じゃあちょっと着替えたいね。まあ今回はね、バレーボールではないまた別のねスポーツに挑戦してみようと思ってるんですけど、はい、何がいい？まあバレーボール以外ですよね。テニス。テニスいきますか。テニスいきますか。俺もリモコン一つだもんね。二人。うんうん。バレーボールはだいぶやっちゃったからね、俺一人で。バレーボールは差ができてそうだな。うん。バレーボールいつかね、ワミと二人で組んで、インターネットの海と戦いたいなと。漕ぎ出したいね。これこっち、来ないか。ザ・ベスト、稲葉場で。着替えはいいかな、俺はこれで。おガミさん見ていいっすよ。いろいろ増えてるから。あれ？あ、ごめん、戻っちゃった。スーパーまたの名をガミ。あ、称号もいくつか増えた。おお、素晴らしい。顔も増えたんですか？顔はね、あ、でも目の色とかが増えんのかな。うん。紫に統一しようかな。怖いな。髪型とかも増えるんだけど、うん、あんまり増やせてないですね。なるほど。やっぱこっちよね。服、アクセサリー。あれ？あ、これもしかして稲葉場にしか適用されてないのでは？そんな感じする。あ、そうなんだ。ユーザーごとなんだ。ユーザーごとか。ゲストで作ればもしかしたら使える。なるほどね。そうね、変わんないね。そうか、残念。俺が稼いでもガミには適用できないんだ、うん、俺も頑張るしかないんだな。なんだこれ、何これ、コピーがいるぞ。ダブルスなんすかね。ああ、二人で遊ぶだから。タイマンはないんだ。タイマン、あ、シングルマッチね。うん、じゃあ、これで、CPU はいませんよ。あ、これシングルマッチってことかな。うん、まあ。とりあえず、まあ、1ゲーム選手で、うん、そうですね。お互い、まあ、とりあえずやってみて、うん、で、次に、ダブルスでやりたかったな。ダブルスでできないのかね。お互い右利きですからね。そうですね。ジョイコン1本。テニスは初めてやるんで、このアカウントで。多分また、チュートリアルか。チュートリアルやらせてくれんじゃないかなと思ってるんですけど、ないかい。これからじゃん。あ、ないんだ。ないな。お互いのスタンドが。なんだこれ。チュートリアルなしか。大丈夫？いけるんじゃない？いける？うん。あ、ほら、まあ、ここでね、うん、なんとなくはわかるけどね。うん、行くよ。行こう。ほっ。
うわうわあれあタイミングが遅いあるんだ冬だけかバレーボールの時ってアウトほぼなかったじゃんなかった勝手に言ってたんだけど俺結構あれだねじゃあサーブの方が圧倒的有利なのではほっほっおしよしよしうわうんあいいね、うん振るだけよしよしよしやばいやばい、うん、これダッシュで追いつくとかできないのかななんか動けないよね勝手に動かないあんま動かんよね彼らうんで、あのね右左打ち分けられるね結構タイミングでうん、クロス、うん、あーいこれちょっと難しいねキャラクター動かないから、うん、そうだね、うん、でゴーストは動かせないんだよね多分うちらはねあでもなんか振ると勝手にゴーストに振るそういうこと、うん、2人とも同期してる感じだなふっふっうんこれふわーバレーボールよりは、うん、あれあーあーあーだめ、うん、タイミング遅いとアウトになっちゃうね、ねなんか落ち着いてできる感じがしますね、うん、バレーボールすごいすごい忙しかったなんかそれぞれ動作が違ったからねバレーはうん多分スーパーサーブみたいなのもできると思うんだけどなあほらほらほらと拾ったスマッシュ打てんなあすごい全員全員いいぞ、うん、一回落ち着こうああまずいね、うん正面にしか行かんな。ここで取り返してなんとかデュースに持ち込めないと。これなんか打つ向き関係あんのかな。あれもうマッチポイントだって。うん、俺サーブ打ってないぞ。ほっ。まあテニスはあのサーブはゲームごとだからね。よし追いついた。いやいやデュースあるかいこれ。デュースあると思う。バレーボールもあった。ああ。ねロブとかスマッシュとかねいろいろあ振り方変わんな。うん、ロブあロブロブない、うん、あー抜いたあーしまったうっしょアドバンテージ、うんうん、アドバンテージサーバーあーしましたこれ全員にや取られたら危なかったね、まあまあ、これから炸裂さすからうんドンバーうやひらんとなあああああえて全員をマッチポイントまで動かさなかったのよ、俺は。ああ、この、健康一滴の刺激を待ってたのか、うん。急に前衛を動かしてビビらせるっていう作戦だね。確かにね、今まで前衛取れそうなやつ一切取ってなかったから。うん。俺は確かに。なんとなく分かったけど、チュートリアル受けられるんだったら受けたいね。ね。見れないのかな？見れなそう。ああ。ああ、そう、ここでなんかちょっとだけヒントが出るんですよね。これだけなんだね。うん。ティップスみたいなやつねじゃあこれはまあこうですよねこうだねこれで、うん、とても強いそうだね2 3とまでは言わないけど2だね2だね2ゲーム選手まあ2ゲームあれば長めになりますよ、うん、それはこれいこうかさあどうポジションどうするどっちがやりたいまあでもこれああでも前衛後衛あれだもんね分かれるもんね好きな方でいいですよ神さん俺後衛でもいいよじゃあ俺が前衛行こうよし、うん、もう拾える球全部拾っていいかいお願いします任して俺も拾える球全部拾うオッケーじゃあもう負けはない、ね、あとは拾えない球が来ないか敵はあ女子いるなおおかわいいああいう服がね欲しかったのよねメガネもおしゃれバルバラとトミー。バルバラとトミー前もいたよガミと組んでたやつだよ。バレーの時。バースでトミーかい。バースでトミー。行くぜ。スーパーショットいっちゃっていいかい。いいよ。ふわーダメです。多分ね。なんでおいどっち大丈夫。大丈夫大丈夫。チャレンジいいよ。拾ったんだけど。チャレンジいいよ。うん。うん、ちょっとタイミングが難しいですね。そうだね。ふっ。おいいね拾うなこれはちょっとああ拾えんふわー大丈夫大丈夫相手の前衛仕事してないぞうちの後衛仕事
光栄じゃないや、全員仕事しすぎだろ。俺キャラ動かしたいね。そうだね、ちょっと打つ体勢が悪かったな。動けないのかな。やばい、今の拾えない球かい。今のは拾えなかったな。もうね、すごいすごいドライブがかかってた。リターンエースだよ。なんか逆側振ってなかった。振りか、ほっ、あああ、ロブ打った。なんか出たよ。どうやったんだよ。おいいね、俺とガミがもう一直線に並んでるからね。それが気になるよな。オーストラリアンってやつだね。オーストラリアンフォーメーションかよ。ああ、相手ミスったぞ。ロブどうやって打ったの。わかんない。振り方かい。振り方だね。すごい鋭い球。すごいラリー続いてる。ほっ、ああ、来た。全然打たないね。ね。打ってね。ほっ。お、いいね。いいよ。ほっ。あ、やばい。やばい。うわあ、スマッシュ。これスマッシュだね。相手の前衛が。いやー、むずいわ。ここぞという時に来たな。そう、うわあ。とても強い。とても強いんだよ。強いね。初見でやるレベルじゃないんだよ。1点取ろう、1点。うわ、そうだな。バレーも1点は取ったもんね。うん。全く俺が介入できない。あ、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 取って、あ、あれだね、俺が無理するとあのヒョロロン玉になっちゃうね。そうね、ヒョロロン玉は相手にとってだいぶチャンスだもんね。ヒョロロン玉になるぐらいだったらスルーした方がいいのか。あ、光栄になったね。頼むで。ほっ。ドロップないのかな。ダメか、俺のフェイントがガミにかかってしまった。完全に油断してた。この振り遅れ。バルバラもトミーもみんな引っかかってたから。全員引っかかった。完全に引っかかったね。引っかかっちゃいけない相手が引っかかったから。マッチポイント。これマッチポイント。やばいですよ。取れてない。やばいですよ。ああ。なんだあのサーブは。これタイミングがあんだろうな。完封。弱めよ。弱くしようか。完全試合でしたね。あの速いサーブとかスマッシュの打ち方俺ら知らないからな。ちょっと、うん、強い強いでいこう。強い強いでいいんじゃない。普通で自信つける。そうだな、うん、自信大事。これいこう。じゃあこう、あ、まあまあいいか。スマッシュはね、普通に上からなのかな。あ、振る角度か。あれ角度でさ、なんか振りが変わるかどうかが。ピエール、キング、ピエール、ジルケ、迫るジルケ、ジルケ、ジルケ強そうだな。キング、キング狙ってくわ。あのスーパーサーブがね、多分。早いんだ。振り方と振るタイミングの二つなのかな。うん。さあ、初ポイントだね。普通は弱いな。弱いね。あの横飛びの速度はすごいんだけど。ちょっとゆっくりめに。あ、ギリギリだもんね、拾い方もね。あれを前衛が手出さない。いけ！よーし！おー！スマッシュ！スマッシュ！上から。うん。追いついたぞ！追いついた！スマッシュエースだ！そうだね。弱いんだよ、ね。弱いわ。言いながら追いついたぞ。いけるっしょ。まずサービスゲーム取っても。飛びつかせての。
わあ。これ気持ちいいな、スマッシュ。やるね。うん、スマッシュの時ね、ひときわ震えるんだよね。コントローラー。あれよ、コントローラーがね。ドゥルルルル。マジか。俺もちょっとやっていいかい。いいと思う。やれなそう。え、でも次前衛になるでしょ。フェイントブレイ。おりゃ、あれ？あれおかしいよ。振ったんだけどな。いやー、ガミナイスフェイントって思いながらズンって振ったわ。すごいねー。二人とも天と地ほども離れてた。ラケットと球が。あ、いけ。あ、いけるいけるいける。ドンボマー。よし。ナイス。これはね、気持ちいいでしょ。確かに、うん、ドゥルンってくるね。ここで来るんですよ。もう全然動けてないもの、普通の人たち、うん、普通のマッチだもん。じゃあちょ最後気持ちよくスマッシュで決めちゃっていいですか。決めちゃえ。あ、終わったのでは。おー、あー、宣言通り。うん、これ満足できた。 ロブは分かったんだけど、ドロップとかないのかな。ありそうだけどね、うん、ちょっとチュートリアルの見方を調べますか。そう、ね、他の競技は見てから挑みたいよね。そうね、うん、まあ、とりあえずテニス編は終了ですね、はい、うん、テニス非常に満足度高かった。楽しかったね、うん、楽しかったよ。バレーボールの時とちょっと違うね、終わりのね、うん、あのバレーボールよりゲームしてる感ある、うん、楽しかったね、うん。